真の自立を勝ち取るため、我らジオン国は我々も同じ土俵に立つんです。地球連邦政府に対し宣戦を布告。新型モビルスーツの開発計画を採用する。南方フラッグをジオン本土を守り続けてきた最前線を。ネズミがジョロジョロと仕留めてやる。皆さんこんにちは、ワンダルケルビジです。では今回は、ギレンの野望ジオン独立戦争機、地球連邦軍編。ヤザン、少佐を目指す続きをプレイしていきたいと思います。一年戦争開戦当時、中尉だったヤザンが軍団長に就任できる、少佐を目指すというコンセプトでプレイの方を進めてきています。ヤザンはですね、撃墜スコアを相当伸ばしてきてまして、順調に階級をまずは大尉まで上げることに成功しています。この後はね、少佐を目指してさらに撃墜スコアを稼いでいってもらいたいと思います。ランクも S に到達してますね。もういつ少佐昇進来てもおかしくないかなとは思いますので、皆さんの少佐昇進提案が来たら逃さずに昇進させてあげたいと思います。作戦の進行状況なんですけども、前回ソロモンの攻略が完了してますので、今回はですね、宇宙要塞アーバーワクー、ここの攻防に入っていきたいと思います。で、アーバーワクーの攻防戦を展開するにあたってはですね、2つポイントがありまして、1つがですね、ソロモンからは2つの軍団しか送れないというのがあります。なのでオデッサ上空を攻略して、オデッサ上空からも部隊を送り込めるようにして、合計3つの軍団を送っていけるようにしたいと思います。もう一つポイントがあってですね、アーバーワーク進行した時にソーラレイが発射されて部隊が大打撃を受けてしまうので、まずですね、先遣艦隊として、しょぼいっていう言い方をするとね、ちょっと語弊というかなんなんですけども、しょぼい部隊を一つ送ってソーラレイを受けてもらって、その後本体を送り込むという段取りにしたいと思います。これがアーバーワーク攻防戦のポイントになると思っています。で、その後グラナダ攻略を視野に入れてですね、この後ここオセアニア上空も押さえておいて、グラナダに進行できる準備をしていきたいと思います。ではまずオデッサの上空、そしてオセアニア上空へと進行を開始していきます。報告します。ソロモンから脱出したジオン部隊が暗礁空域に逃げ込みました。第13独立戦隊にジオン部隊の掃討を要請してはどうでしょうか。はい、ソロモンから脱出したジオン部隊の追撃戦ですね。これはホワイトベース隊に任せましょう。ホワイトベースを暗礁空域に向かう。第13独立戦隊より報告します。暗礁空域に逃げ込んだ敵部隊をテキサスコロニー付近で発見、交戦の末これを撃破しました。テキサスコロニーではギャンに乗るマクベとね、アムロのガンダムが戦った、そういうものが劇中では描かれていたと思います。より報告書。はい、ヤザン少佐への昇格来てます。これはもう昇格させましょう。ただヤザンはですね、少佐その次中佐大佐を目指してもらいたいと思いますので、このままですねヤザン中心にプレイは続けたいと思います。ヤザン少佐に昇進です。上官シナプスも昇進来てますので昇進させましょう。シナプスもね、中性かなり苦しかったんですけど、ここに来て一気に広がりそうですね。報告します。ソロモンに正体不明機が急接近しています。機体の大きさ、接近速度から敵のモビルアーマーだと思われます。第13独立戦隊に迎撃を要請してはどうでしょうか。はい、これはですねララーのエルメス接近のイベントになります。実はここでマグネットコーティングの技術開発が終わっていないと、このホワイトベース隊を派遣した時にアムロが撃破されてしまうという、結果になるんですけども、今回はすでにマグネットコーティング技術開発完了してますので、ホワイトベース隊アムロ
このエルメスのララにぶつけたいと思います。ホワイトベースを暗証区域に向かっています。第13独立センターより報告します。ソロモンに急接近してきた正体不明機はやはり敵の新型モビルアーマーでした。ガンダムが迎撃に成功したものの苦戦を強いられました。開発部より報告します。敵モビルアーマーとの戦闘でガンダムはアムロレイの並外れた反射神経についていくことができず、オーバーヒートしてしまいました。今後の戦いに備えガンダムにはマグネットコーティング処理を施します。デビル将軍、ソロモンに正体不明の敵が出現しました。おそらく敵の新兵器だと思われますが、姿を見せずに攻撃を行うため兵士たちは悪霊と呼び恐れているようです。このままでは我が軍の士気に関わります。第13独立戦隊に迎撃を要請してはどうでしょうか。はい、こっちがごめんなさい、エルメスですね。きっとね、先ほどのイベントはブラーブロかもしれないです。了解しました。ホワイトベースを暗証区域に向かっています。第13独立センターより報告します。ガンダムがソロモンの悪霊の撃破に成功しました。当選したパイロットの話から推測すると敵の正体はニュータイプ専用のモビルアーマーだと思われます。開発部より報告します。ガンダムの戦闘データを分析した結果、マグネットコーティングの有効性は実証されました。しかしガンダムに施した処理は緊急時のものであり、正式に採用するわけにはいきません。敵のニュータイプ兵器に対抗するためにマグネットコーティングを応用した新兵器の開発を急ぐ必要があるのではないでしょうか。これはアレックスですね。アレックスは一応ニュータイプ専用ガンダムという位置づけになっていたと思いますので、このアレックスの開発も急ぎたいと思います。情報部よりオデッサ突入ポイントに部隊が到着しました。ではまず作戦の、バワーク攻略の前哨戦としてオデッサの上空、ここを抑えに行きたいと思います。ここにはレベル将軍の軍団を送り込んでいます。一気に仕留めに行きましょう。一番大きな軍団なんでね、一軍団しか送り込んではいませんが大丈夫だと思います。ビグザムがいそうですが、前回の戦いの反省点としてビーム兵装のままねビグザムに突入してしまったというのがあるので、もう忘れないうちに武装をバズーカに変えてビグザムを仕留めて一気にこのオデッサ上空取っちゃいましょう。ここは武装実弾兵器に変えてビグザムであっさり撃破できそうです。オデッサ上空は1ターンで攻略完了できそうです。敵部隊の殲滅に成功しました。我が軍の勝利です。トリントン突入ポイントに部隊が到着しました。では続いてオーストラリア上空ですね。ここも攻略していきましょう。ワッケイの部隊を送っています。少し、戦力的には弱い部分あるかなとは思うんですけども、時間をかけてゆっくりここは攻略していきましょう。必要に応じて増援も送ります。攻略戦を開始します。オーストラリア上空も1ターンで取れました。順調ですね。では本命バオク攻略戦始めていきましょう。ではバオワク攻略戦発動していきます。進行ルートを表示します。進行ルートはソロモンから2つ、そして先ほど攻略したオデッサからも部隊を送り込めます。合計3つの軍団ですね。攻略作戦案を設定してください。我が軍はこれよりバオワク攻略作戦を開始する。ジオン軍の最終防衛拠点である
この要塞を攻略することができれば、ジオン本土は我々の前にその姿を晒すのだ。諸君らの戦闘に期待する。緊急事態です。ジオン軍の機関グレートレギンが和平交渉のため投降してきました。はい、アーバークーの攻略作戦発動したところで、グレートレギンが和平交渉のためこちらに投降してきたというイベントです。グレートデギンだと、まさかデギン皇后が。辛いようだな、ジオン。だがこの和平交渉応じるべきだろうか。和平交渉には応じないでいきます。いや、ジオンは徹底的に叩く必要がある。デギン皇后には申し訳ないが、ここは断るべきだろうな。レビル将軍、ジオンの新兵器ソーラレイの正体が判明しました。ソーラレイとはコロニーを利用した超巨大レーザー兵器です。この兵器は狙われています。全軍に伝えよう。この空域から急速離脱する。我が軍の被害は甚大です。ソーラレイの攻撃によってアーバウア空攻撃部隊約 30% に被害が出たんです。またグレートデギンもこの攻撃で撃沈したようです。はい、アーバウア空攻略部隊、最初に送り出したのは実はですね、コリニーの部隊で、トリアエーズを主力としたものをあえて先遣隊として派遣しておきました。なのでこのコリニーの部隊は引き上げさせた。アーバウア空を前にして、ギレンメ。はい、占領地が一気に増えてですね、占領政策において少し反抗が増えてきているので、しばらくの間重点的にですね、占領地政策にコストを割いていきたいと思います。ではコリニーの部隊、最初にアバオアクーに向けた部隊ですが、これを引き上げさせて、この後アバオアクーにオデッサ上空からはレベル将軍、そしてソロモンからはディアンム中将と、そして少将に昇進したシナプス少将、それとヤザンですね、これも少佐に昇進していますが、この部隊を送り込んでいきたいと思います。ではアーバーワクに3部隊同時に突入することができましたので、ここから攻略戦始めていきましょう。作戦ですが、まあ絶対惜しいのが電撃、強撃、四季紅葉、黒い死神も取ります。これでいきます。ヤザンは少佐に昇進した後も引き続き G3 ガンダム、マグネットコーティングされたガンダムのね、強化版、これに乗ってもらって、ここでもね、五石地撃墜スコア稼いでもらって、できれば中佐への昇進を目指してもらいたいと思います。敵の策略も確認しておきましょう。攻撃陣形と指揮紅葉ですね。報告します。アーバーワクーにニュータイプと思われる、これはシャアのジオングだと思いますので、見つけ次第早々に撃破していきましょう。第13独立戦隊アーバーワクーに到着しました。戦闘を開始します。ホワイトベース隊も到着しているということなので、まずはマップ確認していきます。マップの左上から入ってきているのがホワイトベース隊と、あとはシナプスの部隊ですね、これが入ってきてます。マップの右側からはディアンム中将の部隊、そしてレベル将軍の部隊と入ってきてくれています。全体マップで作戦確認しましょう。
では部隊の移動を開始します。補給線上に沿って部隊を進行して敵を格好撃破していきましょう。で敵が迎撃態勢に入ってきたらですね、こちらもモビルスーツ隊を発進させていきます。ん、いきなりジオングだな。ここは防御しておきます。破壊されるわけにはいかない。ジオングにはシャアが乗ってると思いますので、これはヤザンで撃破したいですよね。ではモビルスーツ隊を出していきます。ヤザンはジオングに集中攻撃を当てていきましょう。シャア、ジオング乗ってますがランク B、 忠誠心は低いですが射撃格闘反応はさすがの数値ですね。 B でこの能力ですからね。まずはシャアとジオングですね。ここにはヤザンの G3 ガンダムも攻撃を仕掛けています。編成はですね、ジムスナイパー、あとはジム宇宙戦士用、これが主力になっています。もうジムはほとんど戦場にはいない状態ですね。なので全体的なね、モビルスーツのマイグレーションもだいぶ進んだという状況になっています。これでジオング撃破です。ヤザンはここにギレンが無彩高機生産型ですかね、乗っているのを見つけましたので、これ単独撃破目論みましょう。まあ、ギレンが無彩に乗らざるを得ない窮状がうかがえますよね。では圧倒的な軍事力を持って圧勝をできたんじゃないかなと思いますけども、ここでこのアーバーワークの攻防戦終わりにしていきたいと思います。完勝ですね。味方は多分撃破されたユニットはいないと思います。まあ、3機編成で、まあ、1機失ったとかっていうのは、あったと思いますけども、ユニット自体が完全に、まあ、撃破されたものというのはなかったんじゃないかなという、まあ、まさに完勝撃という形でこのアーバーワークの攻防戦終えられそうですね。はい、アーバーワーク制圧完了になります。敵部隊沈黙、敵基地の制圧に成功しました。ヤザンはここで、まあ、味方の部隊も多かったというのもあってですね、撃墜スコア自体は、6伸ばす程度だったんですけども、まあ、ただですね、ギレン大将を撃破したという、まあ、大功績を挙げてくれたと思います。ようやくアバワクが落ちたよ。最終防衛拠点を失ったジオンに抗戦を続けるだけの戦力は残されていない。間もなく戦争は終わるな。だがそう簡単にいくとは思えんな。相手はあのギレンだ。徹底抗戦の意志は崩すまい。将軍はジオンがまだ戦争を続けるとそう思っているんだね。いささか考えすぎではないかな。レビル将軍、ジオン本国のギレン総帥から通信です。早速来た。ジオン本国に回線をつないでくれ。了解しました。私はジオン公国軍総帥ギレン・ザビデア。我々には最重点を完了したソーラレイを再び発射させる用意がある。もしこのまま戦いが継続するのなら再度の発射も辞さない。これ以上の戦いは両国にとって無益だと思わんか。兵を引いてもらおう。残念だがそのような脅迫に応じることはできんな。だがジオンが和平を望むのなら交渉に応じることはできる。和平だぞ。アバオアクを落としたくないでいい気になるなよ。貴様らが兵を引かぬのならソーラレイで焼き尽くしてくれる。
し合いの余地はないよ。ジオンは最終防衛拠点ア・バオアクーを失っても徹底抗戦の意思を崩さなかった。最重点を完了させたソーラレイとジオン本国とグラナダに集結するジオンの精鋭部隊がレヴル将軍率いる連邦軍を迎え撃つ。戦いは終局を迎えようとしていた。全軍に次ぐ。これより我が軍はジオン本土に対する最終作戦を開始する。ジオンに残された戦力は決して多くない。しかしジオンとて必死で抗戦してくるはずだ。この戦いには必ず勝たねばならない。我々の戦いに人類すべての命運がかかっているのだ。連邦の勝利をより確実なものにするためにも諸君らの健闘を期待する。以上。はい。アーバーワクの攻略戦完了後、今度はジオン本土、そしてグラナダへの攻略作戦提案が来ています。アーバーワクの制圧をもって第13独立戦隊は陽動任務を終了します。今後独立戦隊のメンバーは通常部隊として編入する予定です。では今回はここまでにさせていただいて、次回ですね、まずはグラナダ、そして次に最後サイド3という順番で攻略戦を進めていきたいと思います。